泉京花作女曲、女客。金子さん、お手紙と、はしご団から声をかけて、二階の六畳へ上がりきらず、手すりにしろやかな手をかけて、顔を斜めに覗きながら、後ろ向きに机に寄った当家のあるに一枚をもたらした。はばかり、と身を横に覆うたともし火を離れたので、玉母屋を透かした薄わかりにくく、 すっきり描き出された上がり口の半身は、雲の絶え間の青やぎ見るよう、髪も形もすっきりした中土島。これは、主の国元から五つになる男の子を伴うてこの度上京、しばらくここに登留しているお民といって縁続き、ある蒔絵師の女房である。下で添え字をしていたらしい、 色はくすんだがつやのある愛と紺縦じまの南部の合わせ黒ジュスの襟の波ふっくりしたちぶさの線幅細くくつろいで中夜帯の暗いのにゆるくまとうた縮みのしごきに青みのかかったは月の影のさしたよ灯ともし火に対して瞳涼しゅう鼻筋がすっと通り口元のし,めしまった やせぎ砂眉のきりりとした鳥なりに、しどけないなりも目に立たず、繕わぬのが美しい。あ、これははばかり、お使い柄お恐れ入ります、と、主はこなたに手を伸ばすと、見えもなく女は胸をはらんばいになるまでにずっと出して差し置くのを、畳をずらして受け取って、火鉢のう上でちょっと見たが、はがきのようはすぐに済んだ。 机の上へ差し置いて「ほんとにご苦労さまでした」はいはいこれはまあご丁寧なご挨拶痛み入りますことお買ってからこちらまで随分遠方でござんすからねはばかりさまねちっともはばかりさまなことはありゃしません金さん何ねあなたそのはばかりさまねをはがきを読むつなぎに言ってるのねほほほ 金さんもにっこりして、お話しなさい。ありがとう。さあ、こちらへ。はい、誠にどうもありがとう存じます。あ、いいえ、どうぞもう、どうぞもう。早速だ、おやおや。だいぶ丁寧でございましょ。う。そんな皮肉を言わないで。坊やは、寝ました。母は、あんかで、と言って、肘を曲げた、くもなす二の腕。 担いだように寝てみせる。あなたに甘えているんでしょ。う。どうして元気な人ですからね。今どきあんかをしたり、酔いのおちからうたた寝をするような人じゃないの。鉄はいませんか女中さんは買い物にお身をつけの身を仕入れるのですって。それから私がお道楽、明日は田舎料理を立てひこうと思って、ついでにその分も。じゃあ明日は寂しいや。 お話しなさいお民はそのまますらりと敷居へ後ろ手を弱腰に引っ掛けの端をギューっとなで軽く絵紋を合わせながら後ろ姿の襟をく振り返って入ったあと手すりの前なる障子を閉めた「ここが空いていちゃ寒いでしょうなんだかぞくぞくするよね悪い陽気だ」と火鉢を前開けっぱなしておくからさでもお民さん あなたがいるのにそこを閉めておくのは気になります。時に、ともし火にチコを着た。まぶたにさっと薄くれない。座ると炭取りを引き寄せて火箸を取ってうつむいたが、お礼についであげましょうね。どうぞ願います。まあ、人様のものでギリとするんだよ。こんなのんきっちゃありゃしない。冗談はよして。 金さんこっちは墨が高いんですってね主人は大あぐらで落ち着きすましケチなことを言いなさんなお民さんおふくろは安価だというのに押し入れにはつづらい入ってまだ蚊帳があるという騒ぎだ何のそれが騒ぎなことがあるもんですかまたいつかのように夏中蚊帳がなくってはそれこそおうちは騒動ですよ 騒動どころか没落だ。いや、よありましたぜ、と夏は。何しろう、うちの焼けた年でしょう。あの焼け跡というものはどういうわけだか恐ろしく蚊がひどい。まだその騒ぎのないうち、こちらで本郷のね、春木町の裏長屋を借りて、仲間と自炊をしたことがありましたっけが、その時も前の年火事があったと言って何年にもない大変な蚊でしたよ。けれども、 それは何若い者同士だから萌えぎおしの鎧はなくてもよっぴて表を歩いていたってそれでことは済みました。うちじゃあ年寄りを抱えていましょう。夜が明けても的,的はないのに夜中一時二時までも友達のもとへ苦しい時の相談の手紙なんか書きながら脇で寝返りをなさるからおっかさんかがいますかって聞くんです。 自分の手には五つむつたかっているのに。主人は火鉢に手をかざしながら、いますかもないもんだ。ああ、ちっといるようだのと、なんでもないように言われるんだけれども、なぜおふくろにはいるだろうと、悔しいくらいでね。今に工面してやるからいい、かの畜生を覚えていろと、無念骨髄でしたよ。まだそれよりか、 毒虫のぶんぶん矢をいるような激しい中に、疲れてすやすや。そばに私のいるのが嬉しそうに心よさそうに眠られるときは、なおたまらなくって泣きました。聞く方が短足して、だってね、よくそれで無事でしたね。顔見られたのが不思議なほどの懐かしそうな言葉であった。まさか。 蚊に食い殺されたという話もない。そんなことより恐るべきは氷牢でしたな。そうだってね。今じゃ笑い話になったけれど。あまりそうでもありません。しかしまあおかげさま、どうにか蚊帳もありますから。本当に、どんなにつらかったろう、金さん。あなたと。優しい顔。何、私よりおふくろですよ。 おばさんにも聞きましたおばさんはまた自分の身が稼になってあなたが肩が抜けないしそうかといって修行中でどう工面のなろうわけはないのに一つ売り二つ売り一日立てにだんだん煙は細くなるしもうお二人が消えるばかりだから世間体さえ構わないなら体一つないものにしてあなたを自由にしてあげたいとしょっちゅうそう思っていらしたってね。 お互いに今聞いても身震いが出るじゃありませんか」と顔を上げて目を合わせる両人の手は左右から思わず火鉢を押さえたのである「私はまた私でなんです」「生地薄ひげの生えた育児のない兄がついているから怒って相応にどうにかやりくっていかれるだろうと思うから」 食い物の足りぬおふくろを世間でも黙って見ている。いっそせがれがないものと分かったら頼るところも何にもない60を越した人をまさか見殺しにはしないだろう。やっちまおうかと日に行くと考えたかね。民さんも知っていましょうあの年は城の堀で大う身投げがありました。 同い年のあやけは姉さんのようなうなずき方ああ確か67人もあったでしょうお民は聞いて火鉢の縁にそろばんをはじくように指をそらして「金さんもっとですよ8月10日の新聞までに8人だったわ」と仰いで目を細していった幼い時から記憶の鋭い婦人である じゃあ、九人になるとこだった。あなたの家へ遊びに行くといつも帰りが遅くなって日が暮れちゃあ、あの堀りを通ったんですがね。石垣が青く光って真っ黒な水の上からむらむらと白い煙がこっちに這いかかってくるように見えるじゃありませんか。引き込まれては大変だと早足に歩き出すとなんだかこう後ろから追いかけるようだから一心に逃げ出してさ。 坂の上で振り返るとすごいような月で。ああ、春の末でした。後についてきたものは自分の影帽子ばかりなんです。自分の影を死神と間違えるんだもの。ご覧なさい、生きているせはなかったんですよ。心細いじゃありませんかね。と、寂しそうに打ち傾く、表に移ってうなじをかけ、 黒術の襟に障子の影うすら青く見えるまで表は月のさえたる気配カラカラと小刻みに女の通る下駄の音屋敷町に響いたが女中はまだ帰ってこない心細いのが通り越して気が変になっていたんです じゃあそんな気味の悪いものすごい死神の誘うような嫌な堀りを何のお民さん通らず友のことだけれどなぜかまたわざとにもそこを歩いて行き過ぎてしまってからまだ死なないでいるってことを自分で確かめてみたくてならんのでしたよ。剣の千番。だって今だから話すんだけれどその蚊帳なしで蚊がいるっていう始末でしょ。ないものは辰きの城というわけで。 うちでじっとしていたんじゃ、たとえ引くにしろ車も引けない理屈ですから、何がなし古外へ出て足だばきで駆け歩くしだらだけれど、さて出ようとすると気になるから上がりがまちへ腰をかけて片足履き物をぶら下げながら、母さんお米はって聞くんです。お米はってねえ、金さん。と、お民はほろりとしたのである。主はあえてにこやかに、 恐ろしいもんだ。そのくせ、量に何章どこはこの説かえって覚えました。そのころは全くです。ないことはないにしろいくらするか知らなかった。みんな親のおかげだね。そのおふくろが、そうやってお米はって尋ねると、晩まであるよとお言いなさる。 明日のがないと言われるよりどんなにつらかったかしれませんお民さん」と呼びかけて元より答えを待つにあらずもうその度にね私はね腰掛けた足も足田の上でなんだってこう背が高いだろうと土前へへたへたと座りたかったまああなた大抵じゃなかったのねふとその時 火鉢ので指が触れた右の腕は付け元まで2人ははっと熱かったが思わず言い合わせたかのお得鉄瓶に当たってみた左の手はひやりとした「金さん沸かしましょうかね」と軽く言う「すっかり忘れていたおかげさまで火もよく起こったのにお湯があるかしら」と引っ立てて 蓋を取って明かりの方に傾けながら、あなたちょいと、その水差しを。お道具はそろったけれど、なんだかこの2階の具合が下宿のようじゃありませんか。それでもね、とあるじは若々しい物言いで、お民さんが来てからなんとなく勝手が違って、ちょっとよそから帰ってきてもなんだか自分のうちのようじゃないんですよ。あら、とて涼しい目を見張り、 鉄瓶の下に両手をそろえてまっすぐに当たりながらそんなことを言うもんじゃありません外へと言ってはそれこそ田舎の芝居一つめったに見に出たこともないのにはるばる一人旅で会いに来たんじゃありませんかひどいよ金さんは」と美しく「うち演ずる」とんだことを「あはっ」と主も火にかざしてそんな気で言ったうちらしくないではない。 その下宿屋らしくないと言ったんですよ。ですからね早くおもらいなさいまし悪いことは言いませんどんなに気がついても親切でも女中じゃ押し切って何かすることができませんからねどうしても手が届かないがちになるんですおばさんももう今じゃあ蚊帳よりお嫁が欲しいんですよ。主はきっとかぶりを振った。 いいえよします「なぜですね金さん」と見上げた目にあえて疑いの色はなく別に心あって映ったのであった「なぜ」と言うと議論になりますただね私は欲しくないんですこう言えば理屈もつけようまたどうこうと言うけれどね年寄りのためにも人の混じらない方が気楽でいいかもしれません。 お民さん、あなたがこうやって遊びに来てくれたって知らない女がいようよりお袋と私ばかりの方がご馳走は届かないにしたところで水いらずで気が置けなくていいじゃありませんか。だって金さん私がこうしていたいために一生あなた奥さんを持たないでいられますかそれも5年と10年とこのままでいたいったってこっちにいられます体じゃなし。 もう2週間の上になったって5日目ぐらいから「いやいやい帰れ」って言ってきて3度目に来た手紙なんぞの様子じゃ宿の方の親類があーのこうのって面倒だからそれにつけても「そうそう帰れ」じゃありませんかまたあなたを置いて他に私の身についた縁者と言ってはないんですからねどうせ帰れば近所近辺一門一類が寄ってたかって あだに唇の端を上げるとしかめた眉をかすめて落ちた瓶の毛をじれったそうに後ろへ投げてかき上げつつこの紙をむしりたくなるような思いをさせられるに決まってるけれど東京へ来たら生意気らしい気が大きくなった上二寸切られるつもりになって度胸を決めておばさんには内緒ですがねこれでも自分であきれるほど。 けがすっていますけれど。だってそうはご厄介になってもいられませんものいつまでもいてくださいよもう私は女房なんぞ元よりあなたに遊んでいてもらう方がどんなにいいか知りやしないとわがままらしく熱心に言ったお民は言葉を切らしつ鉄瓶はやや根にいずる金さんえおお民はつをのみ 本当ですか本当ですとも全くですよ。本当に金さんお民さんは嘘だと思って「じゃあもういっそ」と激しく火箸を灰について「帰らないでおきましょうか」。我を忘れてお民は一気に思い切って言いかけた言葉の下に。 哀れ水ならぬ灰にさえ数かくよりもはかなげにしょんぼり肩を落としたが急にさみしい笑顔をあげた「おほほほその気でたんとごちそうしてくださいましお茶ばかりじゃ私は嫌」といううち涙さしぐみぬ「金さん」というも曇り声に「もうあなた どうしてそんなに優しく言ってくださるんですよ。こうした私じゃありませんか。あなたでなくって、お民さん。あなたは大恩人なんだもの。え、恩人ですって、私が。あなたが。まあ、どなたのね。私のですとも。どうして、金さん。私はこんな存在だし、 もう十七の年に何にも知らないで小持ちになったんですものろくに小袖一つ慕ってあげたことはなくあなたが一生の大事だったそのお米のなかった時もタバコも買ってあげないでさあとで聞いて悔しくって今でも恨んでいるけれど内緒の苦しいことったらちっともおばさんは聞かしてくださらないしあなたのご様子でも分かりそうなものだったのに。 私が気がつかないからでしょうけれどいつお目にかかっても元気よく生き生きしてね全くですよ今なんぞよりしおれてないでもっと顔色もよかったものそれですそれですよタミさんその顔色のよかったのも元気よく生き生きしていたのだってあなたあなたのそばにいる時のほかにそうしたことを見たことはありますまい私はもう 影帽子が死神に見えた時でも、あなたに会えば元気が出て心が生き生きしたんです。それだから、あなたはついぞ塞いだ陰気な私の屈託顔を見たことはないんです。ねえ、さっきも言う通り、私の死んでしまった方がお袋のために都合よく、人が世話をしようと思ったほど、またそれに違いはなかったんですもの。実際私は、 あなたのために生きていたんだ。そして、お民さん。主が落ち着いて静かに言うのを、お民は激しく聞くのであろう。潔白なるそのカンバスに湧き上がるごとき、血潮の色。せっぱ詰まって、いざと首の座に押し直る時には、たとえところが離れていてもきっとあなたの姿が来て、私を助けてくれる。 ってことを固くね心の底に確かに信仰していたんだねまあお民さんとこで夜更かしして「じゃあお休み」ってお宅を出る遅い時は寝巻きのなりで寒いのも厭とわないであなたが自分で送ってくださる角を出るとあの曲がり角辺りまであなたその寝巻きのままで闇の中まで見送ってくれたでしょう 子供が奥で泣いてる時でも、雨が降っている時でも、ずっと背中まで外へ出して。私はまた曲がり角できっとそっと立ち止まって、しばらく経って、かたりとくるるの降りるのを聞いたんです。その帰り道に、堀り端を通るんです。くるるは降りて、あなたの寝たことは知りながら、今にも堀りへ飛び込もうとして、この片足が崖を外れる、 後ろをしっかりと引き止めて何をするの金さんとあなたがきっと言うと確かに思った。ですから死のうと思い助かりたいと考えながらそんな嫌な恐ろしい堀りを通ったのもくるるを下ろして寝なすったあなたが必ず助けてくれるとそれを力にしたんです。おかげで生きていたんですもの恩人でなくってさ。 あなたは命の親なんですよ」とただ懐かしげに嬉しそうに言う顔をじっと見る見るものをも言わずお民はハラハラと薄曇るともし火の前に落瑠した「お民さん金さん」とばかり歯をかちりとせきあえぬ涙をかみ止めつつ 口について言うようでおかしいんですが、私もやっぱり、あなたはもう今じゃこんなにおなりですから、私はいらなくなったでしょうが、私は今も、今だって、その自分から、なんですよ、同じなんです、金さん。欲にも我慢にも、嫌で嫌で嫌で死にたくなる時がありますとね。そうすると、 あななたが来ててさると思ってねそれを頼りにしていますよ。まあ同じようで不思議だからこれから別れて帰りましたら私もまた月夜にお堀端を歩きましょうそしてあなた金さんのお姿がそこへ出るのを見ましょうよと差しうつむいた肩が震えた主は思わず火鉢なりにすり寄って とんだことを冗談じゃありません。そ、そんなことを言って、ゆずるさんをどうしますだって、だってあなたがその年その思いをしているのに、私はあの子をこしらえました。そんな、そんな子を構うものか。と、すねたように鋭く言ったが、つゆをたたえた花びらを湯気やなぶると笑みをたたえ、ようござんすよ。私はお堀を楽しみにしますから。 でもこんなじゃ、私の影じゃ、すごい死に神ならいいけれど、大方イタチにでも見えるでしょう。と、投げたように、形見を畳みに、妻も乱れて崩れた。主はひたと寄せて、押さえるように捨てた女の手を取って、お民さん、国へ、国へ感謝しないから。あれ、お待ちなさい、おばさんが。 どうしたどうしたよという母の声下に聞こえて、わーっとばかり、そのゆずるという子が、うるさいね。ちょっと見てきますからね、金さん。と、はらりと立って、はぎしろき敷居際の立ち姿。やがてトントンと下へ降りたが、泣き止まぬゆずるを横抱きにしばらくして、品のいい母親の優しいなりで座に帰った。 ともし火の影に胸の色、雪のごとく清らかに、ゆずるはチューチューと乳を吸って、片手ですがって内いじゃくる。主はきちんと座り直って、どうしたのひどく怯えたようだっけ。夢を見たのかい坊や、どうしたのだねと、頬に顔を重ねれば、血を含みつつ、愛らしい大きな目をくるくるとやって、いたちが、 おっかさん。え二人は顔を見合わせた。主は酔って顔をのぞきことさらに打ち笑い「イタチ」「うちへイタチなんぞ出るものか」「坊やネズミの音を聞いたんだろう」子供はなお含んだままいたいけに振り向いて「ううん、うん、うちじゃないの」「お堀んとこで長い尻尾で」 あの、目が光って。わたい、わたいをにらんで、怖かったの。と、くるりと向いて、しったり母親のその柔らかな胸に額をうずめた。また顔を見合わせたが、今はその色も変わらなかった。おおそうかい。夢なんですよ。怖かったな、怖かったな、坊や。 怖かったねカラカラと格子が開いて「どうもお供わりました」と勝手で言って女中が帰る「さあごちそうだよ」とつとたったが早急だったのと抱いた重みでモスソウ前によろよろとお民はよろけながら檀橋を「金さん明日のお米は とあでやかににっこりして早く奥さんを持ってくださいよ。あ女中さんご苦労でした。と下を向いて高く言った。その時ふすまの開く音がして、お供わりましたご心祖様。お民は答えずほっと吐いき。曲げ艶やかに二三段片方を見せて差しぞいて ここは閉めないでいきますよ。